ご紹介をいただきました茨城県議会議員候補井出義弘でございます。皆様の温かいそして力強いご支援をいただきまして、5期20年間にわたりこの縦横のために、日立のために、茨城のために全力で働かせていただきました。これからの4年間また縦横の皆様の温かいそして力強いご支援で、今一度県政の場で働かせていただきたいと存じます。何卒県議会議員は井出義弘と最後の最後までよろしくお願いを申し上げます。さて、この20年間は私は最も大事にしてまいりましたのが地域の安心と安全を守るということでございます。そして地域のお一人お一人の皆様の声をしっかり県に届け、国に届けるというこの一点を自らの使命として働かせていただきました。例えば東日本大震災に際しましては、先ほど立野市議のお話にもございましたように、私ども公明党は地域の復興、中小企業の復興のためにグループ補助金をこの縦横地区にも茨城県にも国からの支給を勝ち取ったところでございます。私ども公明党、井出義弘県議会議員と、そして石井啓一党の政調会長、衆議院議員が連携をして、今でも忘れません、震災の起こった9月の国会の衆議院の予算委員会、ここで石井啓一衆議院議員が、茨城も被災地なんです、茨城の被災の状況を考えて、宮城県や福島県、同じようにグループ補助金を茨城県にも支給すべきだと、当時の野田首相に直談判をした。それがきっかけとなって茨城県もこの震災復興のグループ補助金が数度にわたり支給されるようになり、合計で1200社を超える195億円の復興資金がこの中央にも日立にも高萩にも北茨城にも交付されるようになったわけでございます。地域の声をしっかりと国に届けること、これが私ども地方議員この役割だと実感をした瞬間でございます。さらに私井出義弘は地域の皆様の声をしっかりと国に届ける、この消費増税の中でも私ども公明党はその役割を果たしております。それがまさに皆様にお約束をしている軽減税率という取り組みでございます。消費税は2017年の4月1日に 10% に引き上げられることになっています。この消費税は全て医療や介護や年金や社会保障のために使われます。大事な大事な財源です。しかし消費税にはただ一つの欠点があります。それは逆進性という言葉で表されていますけれども、所得の低い方こそ負担が重くなってしまう。毎日毎日の食べるものにお金を持っている人も所得の低い人も年金で生活している人も同じ消費税率がかかったのでは、食べ物、生きていく最低限の生活をするためにも消費税がかかってしまい、結果的に負担が重くなってしまう。これが消費税の持つ逆進性です。この逆進性を緩和すること、庶民に優しい、生活者に優しい制度にしなくちゃいけない、このことをしっかりと国に伝えてまいりました。そして公明党が推進をしているのは軽減税率でございます。例えば 10% に消費税がなったならば、
普通の品物は 10% だけれども毎日の生活に欠かせない食べ物、米やパンや味噌やおかずや野菜やお弁当やこういったものは 8% とか 5% という安い税率を適用する。これが軽減税率です。この軽減税率によってしっかりと庶民の生活を守りたい、そして国民がしっかりと生活を守った上で消費が縮むのではなくて消費も拡大をして日本の景気が下支えされていく、そんな政策を私ども公明党は掲げています。今回私秀吉宏は初めて農協様からご推薦をいただきました。大変ありがたいことです。今日本の農業は TPP の問題や米余りの問題やさまざまな危機的な状況にあります。何とかしないと日本の農業はダメになってしまいます。安心安全の食料、これは国家のもといです。これを守る、実はこの日本の農業を守るためにも軽減税率はすごく大切なんです。とても重要なんです。お米を買う、お米を買っても他のものと同じ 10% の税率がかかるのではなく、お米を買ったら 5% または 8%、 味噌も醤油も毎日毎日私たちが食べるものですから低い税率、これが当たり前です。これが逆に言うと日本の農業、消費を落とさない、消費を増やす、そのために日本の農業を守るためにも私は軽減税率は大きな力を発揮すると考えています。今日が告示でございます。今日からの9日間皆様方にこうしたご訴えをしてさせていただきながら、この県議選では井手義弘、そして同時に投票されます衆議院の総選挙では比例区で公明党、比例区は公明党と力強く皆様にご訴えをさせていただきたいと存じます。どうか十和の皆様、日立の皆様、最後の最後まで県議会議員候補井手義弘を比例区公明党を皆様のお力で押し上げていただきたいと存じます。何卒よろしくお願いします。